カレリアンピーラッカはライムギコと小麦粉の生地にライスプディングやオーラディーニプールマッシュポテトを乗せて焼き上げたフィンランドのパイ料理である。もともとはカレリア地方の伝統料理で継続戦争による避難民によって伝来した。ピーラッカは南カレリアの方言でパイを意味する。北カレリアではカレリアンピーラスと呼ばれている。カレリアではカリッタと呼ばれ。 オロネッツカレリアでは、シパイニーク、ロシアでは、カレルスキーピローク、スウェーデンでは、カレルスカピローガと呼ばれている。日本では、カレリアパイとも呼ばれている。現在、カレリアンピーラッカは、フィンランド全域やロシア北部、エストニアなどで食べられている。カレリアンピーラッカは2003年2月に、伝統的特産品保護に認定された。古来、ピーラッカを作る際に用いる粉は、 ライム麦コだったが、北カレリアやラドガカレリアではつなぎとして小麦粉が加えられた。中の具は大麦やタルクナのプディングだったが、まずジャガイモや蕎麦が導入され、そして19世紀に貿易によって米やキビが用いられるようになった。今日、米のピーラッカが最も一般的である。ありがとうございます。